皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は、パターのアドレスについて、レッスンをしていきます。このパターのアドレスというのは、いろんな形があるんですが、しっかりと覚えていただきたい、一つのポイントというのを、お伝えしていきます。正しくストロークをまっすぐするために、この肩のラインとこのヘッドのラインっていうのは、常に垂直の関係にあるというのを意識して、アドレスを作る必要があります。ショットの場合このように構えるので、背筋を伸ばしてこのように前にクラブがあって、このような形で構えられると思いますが、今回はですね、このような形で構えていきます。この肩の面がこのクラブに対して垂直になっているというのを意識していきます。このような形で振るとストロークというのは非常にまっすぐ動かしやすくなります。この肩のラインがこのように構えるのではなくて、このように正面にいる形で作っていただき、この形を地面の向きに対してまっすぐ、このラインが地面と平行になるように構えていくと、ストロークが非常にしやすくなってきます。このボールの距離も、これで勝手に決まってきます。例えば遠すぎた時に、この肩のラインというのはこのヘッドに対して前にあるので、ストロークというのはイントゥインになりやすく、また近くすぎるとアウトサイドに上がりやすくなってきてしまいます。この肩のラインが地面と平行になる意識まで、前傾を作っていき、背骨を曲げていきます。この肩に対して垂直にこのクラブをセットし、このようにストロークすることで、正しいストロークというのが作りやすくなりますので、一度皆さん試してみてください。わからない方、まずはこの体の胸の前でクラブをセットしてストロークをします。この動きしっかりとまっすぐ動かせるのを確認してから、この形を崩さないように地面に作っていきます。このような形で作ると、先ほどの動きと同じ動きで、ストロークできますので、ぜひ一度皆さん試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。